極道南流は、情報講談協会所属の講談師。大阪府立東住吉高等学校、近畿大学文芸学部出身。2004年3月19日、大学卒業と同時に、極道南左衛門野に入門し、極道南青を名乗る。青の字には、生運の志を持つ、講談師になりなさいとの意味が込められたとのこと。2008年4月14日に、 NHK で放送されたドキュメント挑戦において同年3月31日にいずれもネタおろしとなる三席を披露した極道南屋を武者修行の会とそれに向けての稽古の様子が取り上げられた。2013年12月8日に行われた奈良マラソン第4回大会には自身が奈良テレビ放送の夕時に出演していることから 奈良テレビ代表のメディアランナーに抜擢され、出場したが、完走できなかった。落語家、高男子のユニット、セブンエイトのメンバー、同ユニット主催のイベント、7時だよ、8人集合に出演している。レギュラー出演している、ユードキッの企画で、2016年1月に行われた、第10回奈良マホロバソムリエ検定の奈良通り2級試験に挑戦。 90点を獲得し、見事合格した。さらに、翌年の2017年1月に行われた、第11回奈良マホロバソムリエ検定の奈良通り一級試験に挑戦。76点を獲得し、一級にも合格。さらに翌年も、奈良マホロバソムリエ検定を受験し、最上級資格である、奈良マホロバソムリエの資格を取得した。二千十八年六月十四日、 奈良市観光大使に就任。2018年11月10日、新内に昇進するとともに、明治時代に大阪で活躍した、講談師、藤井南流の名跡を継ぎ、極道南流と改名。2019年、桂門史郎、松井総豊真山隼人、京山光太、竹本博太優、鶴沢燕次郎、林凡大、今村哲郎らと、講談。 落語、浪曲、作動、農学、文楽の情報伝統文化芸能若手中堅ユニット、下野会結成に参加。2020年2月、桂文志郎が始めた YouTube での落語配信、テレワーク落語会のきっかけを作る。自身も続く形で3月より、極道湖南漁と共に、この花千鳥理にて、テレワーク寄せを開始。ありがとうございます。